彼はその生前ですね、ちゃんなんかにも、えー、俺が死んだらいろんなことを起こすからよ、ネタにしていいよって、そう言ってたらしいんです。でも全然来上がらないでゃん、あの男。それで、まあ、この間ね、ちらっと、えー、葬儀に行く前の日ですね、俺、自宅で、換気扇のとこでタバコ吸ってたんです。周り真っ暗で 換気扇のところの,あのライトがポっとつくでしょ換気扇に。あれだけポチッとつけて、バーって動かしながらタバコ吸ってたんです。そしたらね、こんなちっちゃい、真っ白い、白塗りしたかのような監督の顔が、スーッと来たの。で、おっと思って、え、終わりってん。なんだよ、おい。 終わった一瞬でと思ってでもその時に印象の中で眼鏡をかけてなかったんです彼がだから俺心の中で「俺んだよ監督メガネはよ」ってこう思ったんです。そしたらすぐそれにそ即答してくる,る感じで「ファッキーさんそれがよいらねえんだよメガネこう言われたんです。そそのののの時に実はは俺の心の中では ああ、なるほど。そうか。それを言いに来たかって思いました。何かというと、ずっとその、俺の心の中に一つの,その懸念事項として残ってたのは、やっぱり、いろんなところがこう、痛くて苦しくてね、うん、そんなにその、四天罰をするような、 苦しみではなかったのかもしれないけど、でも、それは分かんないじゃないですか、本人じゃないから。だから、痛くて、苦しくてっていう感じで、そういうのをその味わってなくなったわけでしょ。だからせめて、うん、せめて、せめて、その痛み、苦しみっていうものから解放されてるといいな、いいなって、ずっとそれは思ってたんですよ、俺、うん。どうかそうでありますようにっていう,うにね、思ってましたよ。 でもその目を飲んだよガネはよって言ったことに対しての監督からの帰りが「いやそれがいらねえんだよファンキーさんメガネって言われたことによって「そうかなるほどそういうことなんだ亡くなってしまったら眼鏡がなくても視力ってちゃんと元に戻るんだ」っていうことは「大丈夫だよファンキーさん俺は、ね、いつもみたいに先輩って先輩大丈夫だよ俺 痛みからも苦しみからも解放されてるよって言えことなんだなって察しました。で次の日葬儀会場へ行って奥さんが「キさんうちの人苦しみだとか痛みから解放されてるだろうか」って本当にそのことをポンとこう聞いてこられたんです。だから「いや実はね」って言って俺昨日なんだけど こんなことがあったよって言ったら、ああ、そうよかった。ほっとした。って言われました。それは、だから、俺にそのことだけを伝えたいんじゃなくて、家族に伝えてくれよっていう。うん。俺はちゃんと痛み、苦しみからも解放されてるよ。大丈夫だよって、ファンキーさんは悪いけど、伝えてくれねえかっていうことだったんだなって、俺は受け取ってます。でも、それ以上のことはなかったんです。なかった。 ところがだよ、ところがびっちょんちょんだよね、この間、2、3時前ですよ、えー、げつない夢を見せられまして、あのね、マンションにの一室にいるんです。普通のマンションです。 ただそれが、不思議なんだけど、俺、これはね、天ちゃんとかよしとか中にも聞いてみようと思ってるんだけど、マンションの建物の名前ってあるでしょそれが、普通はなんか今風だとさ、ちっちゃくなんか、ね、コートなんとかとか、なんとかってこ、こんな風にこうポンと横文字とか、ポンと貼ったったりするじゃないでも、そうじゃなくて、入り口のこの上のところに、文字、 バン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 って貼り付けるタイプの、ね、例えばあの警視庁とかいうそんなような感じのなんか看板がこうにこについてるんだけどそこにコーポイマイっってて書いてあったんだよ、ね、俺は全然覚えがないそんなら今井っていうあの水道の営業マンから車買ったことがあるけどでも本当にその、えー、それ以外は全く覚えがないでも「コ公イ今井」なんだよ。 その中にいるわけ。エレベーター乗っかって、何階だろうね、3階、4階、2階なのか分からんけど、上上がっていくわ。ほんで、その部屋に、中に入ると、誰かが俺に話しかけてくるの。俺、フォンキーさん、何すか、この部屋こう聞いてくるだから、おここね、俺が監督と一緒にね、二人で、こう事務所にしようやって言って。 監督は生前そんな話をして俺と借りてた部屋なんだよってこう言ってるわけで「ああそうなんですね」って言っていろんな部屋をこう見て歩くんだけど何にもないんだよもう必要最小限のなんかソファーが置いてあったりソファーとかまあ長い椅子だよなそのものが置いてあったりテーブルがあってっていうだけで本当に何にもないの玄関を開けて、えー、そこから廊下を ちょっと進むと、えー、まずその廊下の途中かな、右側に部屋が1個ある。4畳半ぐらいの狭い部屋だって、それやっぱり何もないな、荷物が何かおいだったかな、変な。そ,れでそこをこう覗いたりするんで、台所を覗いたりなんだりこうしてるんだけど、ずっとその間、なんかまるで俺が半分軽い殻縛りになったら感じなんですよ。ね なんだかすっきりしねすっきりしねな何だろう目もはっきり見えねえし何だろうな何だろうなって思ってるそれでそのリビングにもう広いんだよリビングはねそこへこう行くとリビングの横にももう一個部屋があるのさでもその部屋の襖っていうのがすーっと半分こう閉じててちょうど1軒ぐらいの隙間が空いてんのポーンと両側襖があるんだよねその間が1軒ぐらいの隙間があるの 変なの真っ暗なんだよ、ね、でそこ,でこうポコーンと開いてるんだけど別にさっきも言った通り俺たちが事務所として使うっていうことで借りてるわけだから声も何もないじゃない普通であればところがあなんだろうな何で俺この監視場にみたいになってるんだろう動きづらいし息もしづらいし視野も狭いし何だろう何だろうと思いながら何気なく俺がひょいっと との隣のリビングからね、その隣の部屋に続く、その1軒ぐらい空いた隙間に目をやったら、ここ,こから後ろの部分だけ、要はその顔が見えないわけだよ、顔が。ね、顔が見えないこ、ここから後ろだよ、体も。の監督が中腰で見えるんだよ。 それ監督だってすぐ分かったんだよ俺だよからなんか普通であれば「おなんだよ監督なんでそんなとこに行ってなるはずでしょだけど俺のその夢の中での俺は「うえぇ!」ってなって <laughs> そっから逃げ出すっていうねなんかねすごいそれもね明晰夢ではっきりした夢だったねそんなの見せられたけどさなんかもっと 違うのがいいな俺うん、なんかあれはダメだな、うん